Everything cultural here in Japan came from China and Korea via Korean Peninsula, and there was nothing in ancient times in Japan, which is totally a common sense for Japanese archaeologists. The most convenient term to define these concepts is a word, torai, which literally means things from overseas.トライ、トライ、トライ。日本の考古学では、日本には何もなかったというのが大前提になっています。つまり、日本にある文化的遺産は、中国大陸や朝鮮半島から朝鮮半島を経て日本へもたらされたものであると。その時使われる便利な言葉が、トライという言葉です。何でもかんでも、トライトライトライ、トライトライトライ文化と、が本当にそう考えて良いのでしょうか。京都市左京区にある小さな寺の本尊で、江戸時代に作られたと思われていた繁華朱遺像が、7世紀に朝鮮半島で制作された可能性が高いことが2017年1月13日分かった。大阪大学などが仏像の成分を最新技術で分析した。この寺は左京区八瀬近衛町の妙殿寺、大阪大学など日韓の研究チームは2011年に妙殿寺の繁華朱遺像の成分を分析し、錫が 10% 近く含まれていることを突き止めた。研究チームは4世紀から近代までの仏像など約400体を分析、錫の含有量と装飾の特徴から朝鮮半島で7世紀頃作られた金銅仏の可能性が高いと判断した。話は少し脇道にそれますが、KO さんという方からこんな書き込みが届いています。朝鮮半島になぜ前方後円墳があるかというその理由についてですけども、古事記にもありますが、スサノオの神の乱暴老石の行為に対して、アマテラス大御神がスサノオの神を国外追放したことが理由である。つまりそれらは国外追放処分されたスサノオの墳墓であり、韓国の考古学調査で日本国固有の縄文土器や新潟県の一部でしか取れない翡翠の勾玉まで発掘されたというのです。スサノオが率いてきた部族の集団ということになります。何でも韓国側は日本の考古学者と共同で発掘調査したようです。日本国固有の縄文土器に新潟県の一部でしか取れない翡翠の勾玉が出てきたものですから、韓国の考古学者が一斉に口を閉ざしたというのが真相のようです。つまり韓国にある前方後円墳からですね、新潟県の一部でしか取れない翡翠の勾玉が出てきたというのです。まあ、こうした事実はですね、韓国側にとっても誠にもってまずい事実ということになりますが、同時に日本側にとっても誠にもってまずい事実ということになります。言うまでもなく、日本の考古学会の大前提は、日本には何もなかったということになっているからです。あとは何でもかんでも、トライトライトライ、トライトライトライ、トライ文化と。動画を2本つなげておきますから、どうかご覧になってください。Bye for now.
Today's video is about two statues of holy saints. One is in Korea, which was, they say, created in 6th century AD, and another one is in Japan, which was, we say, created in 7th century. Both are national treasures in each nation. A holy saint in Korea is older than the one in Japan, and the Japanese archaeologists almost claim that a Japanese holy saint was widely influenced by Korean culture, and the holy saint in Japan was a copy of the holy saint in Korea. I, Hiroshi Hayashi, wonder if it is correct. 今日の動画は2つの弥勒菩薩半跏思惟像についてのものです。一つは6世紀に作られたという韓国にある弥勒菩薩像。もう一つは7世紀に作られたという日本の中宮寺にある弥勒菩薩像です。で、新聞報道などをそのまま読みますと、韓国の弥勒菩薩像の方が古いということになり、日本の考古学者の先生たちはこう述べています。韓国の造仏法が日本に与えた影響が現れていると、もう一度繰り返します。韓国の造仏法が日本に与えた影響が現れていると、日本の弥勒菩薩像は韓国の弥勒菩薩像をベースにして作られているということなのでしょうか。わかりやすく言えば、日本の弥勒菩薩像は韓国の弥勒菩薩像のコピーということなのでしょうか。が、本当にそうでしょうか。本当にそう考えてよいのでしょうか。完成度がまるで違います。2016年5月24日付の日経新聞の記事です。現在日本の弥勒菩薩像は韓国に渡っているそうです。そして韓国の弥勒菩薩像と並べて展示してあるそうです。が、どうしてということになります。左が韓国の弥勒菩薩像、右が日本の弥勒菩薩像です。日本の半跏思惟像は、飛鳥時代7世紀後半の作で、初めて海外に出品される。韓国の像は、三国時代の6世紀後半に作られた。二つの像には類似点が多く、韓国の造仏法が、日本に与えた影響が現れている。では、検証を続けてみたいと思います。この記事の通りであるとするならば、こういうことになるわけですね。ガンダーラです。現在のラホールに点を取っています。1世紀から3世紀にガンダーラ仏が作られました。ガンダーラ仏です。そして、6世紀に朝鮮半島で弥勒菩薩像が作られました。これがその弥勒菩薩像です。そして、7世紀に日本でこの弥勒菩薩像が作られました。まあ、こういう流れを見るとですね、まあ、朝鮮半島と日本の範囲だけで見るならば、日本の弥勒菩薩像は、朝鮮半島の弥勒菩薩像をコピーしたということになります。で、比較しています。左が韓国の弥勒菩薩像です。右が日本の弥勒菩薩像です。大変よく似ています。顔を除いて大変よく似ています。ポーズはそっくりそのままだというふうに、まあ、考えられます。手、足の位置、形ですね。それから、表現の仕方ですね。腰が細いところ。全く同じ。と言っていいほどよく似てるわけです。まあ、偶然の一致ということはありえないと思います。となるとやはり、
流れからすると、6世紀にできた韓国の弥勒菩薩像をコピーしてですね、日本の弥勒菩薩像ができたってことになると言いたいんですけども、ここに登場するのがガンダーラ仏なんです。1世紀から3世紀にできているはずなんですよね。そのガンダーラ仏と日本の中宮寺にあります弥勒菩薩像と比較していますと、まあ、完成度も違いますが、鼻の長さと太さだけを除いて、あとは全く同じなんですね。一方、韓国の弥勒菩薩像はご覧になっての通りです。なんとも表現のしようがありませんね。となりますと、本当にこれは6世紀にできたものかということになってくるわけです。ガンダーラの弥勒菩薩像です。となりますと、私はそうではないんじゃないかと思うんですね。これは韓国の弥勒菩薩像です。それを、まあ、それに影響を受けて日本の弥勒菩薩像ができたと。じゃあなぜ顔が同じになったかという謎が湧いてくるわけですね。そして、私は逆じゃないかと思うんです。まず日本の弥勒菩薩像ができて、それを見よう見まねで作ったのが、韓国の弥勒菩薩像ではないかということです。もうこうなりますと、辻褄が合うわけですね。となると、本当に6世紀でしょうかということになりますけど、もう一度、中宮寺になります、弥勒菩薩像を皆さんにご覧いただきます。法隆寺の同じ境内の中にあると言っても良いわけですよね。まあ、これが中宮寺です。これは繁華シーズンですけども、この顔と、そして、ガンダーラの弥勒菩薩像を比較してみてください。ここが重要なポイントですから注意してくださいね。団子と頭の付け根の位置、それから髪の毛の付け根の位置、それから目の位置、口の位置、全くプロポーションは同じだということです。そして、この両者を貼り合わせてみますと、先ほど言いましたように、鼻の長さと太さを除いて、あとは全く同じなんです。まあ、これは偶然の一致とはとても言えませんね。まあ、多少団子などにはバリエーションが加えてあります。特に目ですね。半下の目です。まあ、まぶたがですね、一度上がって下がってまた上がってという、まあ、弥勒菩薩像独特の作り方をしてあります。そして特に首の下のシワですね。ここに注意してください。まあ、偶然の一致ということもあり得るかもしれませんけども、まあ、あるいは真似て作ったということもあり得るかもしれませんけども、ここまで似せて作る必要はないわけですね。髪の毛の付け根あたりにも注意してください。これを偶然の一致というか、どうかということですけども、韓国の弥勒菩薩像と日本の弥勒菩薩像が似ている、似てないということはまあ議論もあるかと思いますけども、まあ、これについては似ているというレベルを超えて、全く同じなんですね。この事実をどう理解するかということなんです。なあち、中宮寺の弥勒菩薩像は、韓国の弥勒菩薩像を、コピーして作ったのではなくて、実は、ガンダーラ仏と同じデータベースで作られた、コンピューターで作られた像ということになるのではないでしょうか。これをどう理解するかですね。首の下のシワにもう一度注意してください。そして、髪の毛の生え際ですね。注意してください。全く同じだということです。まあ、右の方はですね、中宮寺の方は、磨かれて、テカテカになっているという感じがします。髪の毛にそれが表現されていると思います。ガンダーラ仏の方はね、形が残ってますけども、中宮寺の方は痕跡しか残っていません。木造ですからね、左はストイックです。で、結論ということになりますが、私の結論ですよね。で、これはガンダーラ仏。これはもう1世紀から3世紀。ということは分かってるわけですね。幅がありますけども。少なくとも6世紀や7世紀じゃないわけですね。韓国の弥勒菩薩像ができて、日本の弥勒菩薩像ができた。これはまあ、日本の考古学者の先生たちの考え方なんですね。日本には何もなかったというのは大前提ですから。ですから、そうではなくて、日本の弥勒菩薩像が先にできて、それを模倣して見よう見まねで作ったのが、韓国の弥勒菩薩像ではないかと、私、林博士は考えています。つまり、6世紀という、まあ、その年代にですね、大きなクエスチョンマークがつくということです。でないというならば、この2つの像をどう判断したらいいかということなんです。顔を見てください。完成度がまるで違います。
中央が日本の弥勒菩薩像です。どうしてこの日本の国宝である弥勒菩薩像が韓国へ行って韓国の弥勒菩薩像と並んでいるんでしょうか。大きな大きな、まあ、疑問って言いますかね。私は疑問を感じます。つまり考古学者の先生たち独特のこれらは手品ではないかと私は思います。2016年5月24日付の日経新聞の記事です。現在日本の弥勒菩薩像は韓国に渡っているそうです。そして韓国の弥勒菩薩像と並べて展示してあるそうですが、どうしてということになります。左が韓国の弥勒菩薩像、右が日本の弥勒菩薩像です。日本の半跏思維像は飛鳥時代7世紀後半の作で、初めて海外に出品される。韓国の像は三国時代の6世紀後半に作られた。二つの像には類似点が多く、韓国の造仏法が日本に与えた影響が現れている。では検証を続けてみたいと思います。この記事の通りであるとすならば、こういうことになるわけですね。ガンダーラです。現在のラホールに点を取っています。1世紀から3世紀にガンダーラ仏が作られました。ガンダーラ仏です。そして6世紀に朝鮮半島で弥勒菩薩像が作られました。これがその弥勒菩薩像です。そして7世紀に日本でこの弥勒菩薩像が作られました。まあこういう流れを見るとですね、まあ朝鮮半島と日本の範囲だけで見るならば、日本の弥勒菩薩像は、朝鮮半島の弥勒菩薩像をコピーしたということになります。で、比較しています。左が韓国の弥勒菩薩像です。右が日本の弥勒菩薩像です。大変よく似ています。顔を除いて大変よく似ています。ポーズはそっくりそのままだというふうに、まあ、考えられます。手、足の位置、形ですね。それから、表現の仕方ですね。腰が細いところ。全く同じと言っていいほどよく似てるわけです。まあ、偶然の一致ということはありえないと思います。となると、やはり、流れからすると、6世紀にできた韓国の弥勒菩薩像をコピーしてですね、日本の弥勒菩薩像ができたということになると言いたいんですけども、ここに登場するのがガンダーラ仏なんです。1世紀から3世紀にできているはずなんですよね。そしてそのガンダーラ仏と日本の中宮寺にあります弥勒菩薩像と比較していますと、まあ、完成度も違いますが、鼻の長さと太さだけを除いて、あとは全く同じなんですね。一方、韓国の弥勒菩薩像はご覧になっての通りです。なんとも表現のしようがありませんね。となりますと、本当にこれは6世紀にできたものかということになってくるわけです。ガンダーラの弥勒菩薩像です。となりますと、私はそうではないんじゃないかと思うんですね。これは韓国の弥勒菩薩像です。それを、まあ、それに影響を受けて日本の弥勒菩薩像ができたと。じゃあなぜ顔が同じになったかという謎が湧いてくるわけですね。そして、私は逆じゃないかと思うんです。まず日本の弥勒菩薩像ができて、それを見よう見まねで作ったのが、韓国の弥勒菩薩像ではないかということです。もうこうなりますと、辻褄が合うわけですね。となると、本当に6世紀でしょうかということになりますけど、もう一度、中宮寺になります弥勒菩薩像を皆さんにご覧いただきます。法隆寺の同じ境内の中にあると言っても良いわけですよね。まあこれが中宮寺です。これは半跏思維像ですけども、この顔と、そして
ガンダーラの弥勒菩薩像を比較してみてください。ここが重要なポイントですから注意してくださいね。団子と頭の付け根の位置、それから髪の毛の付け根の位置、それから目の位置、口の位置、全くプロポーションは同じだということです。そしてこの両者を貼り合わせてみますと、先ほど言いましたように鼻の長さと太さを除いて、あとは全く同じなんです。まあ、これは偶然の一致とはとても言えませんね。まあ、多少団子などにはバリエーションが加えてあります。特に目ですね。半下の目です。まぶたがですね、一度上がって下がって、また上がってという、まあ、弥勒菩薩像独特の作り方をしてあります。そして特に首の下のシワですね。ここに注意してください。まあ、偶然の一致ということもあり得るかもしれませんけども、まあ、あるいは真似て作ったということもあり得るかもしれませんけども、ここまで似せて作る必要はないわけですね。髪の毛の付け根あたりにも注意してください。これを偶然の一致というか、どうかということですけども、韓国の弥勒菩薩像と日本の弥勒菩薩像が似ている、似てないということはまあ議論もあるかと思いますけども、まあ、これについては似ているというレベルを超えて、全く同じなんですね。この事実をどう理解するかということなんです。なあち、中国寺の弥勒菩薩像は、韓国の弥勒菩薩像を、コピーして作ったのではなくて、実は、ガンダーラ仏と同じデータベースで作られた、コンピューターで作られた像ということになるのではないでしょうか。これをどう理解するかですね。首の下のシワにもう一度注意してください。そして、髪の毛の生え際ですね。注意してください。全く同じだということです。まあ、右の方はですね、中国人の方は、磨かれて、テカテカになっているという感じがします。髪の毛にそれが表現されていると思います。ガンダーラ仏の方はね、形が残ってますけども、中国人の方は痕跡しか残っていません。木造ですからね、左はストイックです。で、結論ということになりますが、私の結論ですよね。で、これはガンダーラ仏。これはもう1世紀から3世紀。ということは分かってるわけですね。幅がありますけども。少なくとも6世紀や7世紀じゃないわけですね。韓国の弥勒菩薩像ができて、日本の弥勒菩薩像ができたって。これはまあ、日本の考古学者の先生たちの考え方なんですね。日本には何もなかったっていうのは大前提ですから。ですから、そうではなくて、日本の弥勒菩薩像が先にできて、それを模倣して見よう見まねで作ったのが、韓国の弥勒菩薩像ではないかと、私、林博士は考えています。つまり、6世紀という、まあ、その年代にですね、大きなクエスチョンマークがつくということです。でないというならば、この2つの像をどう判断したらいいかということなんです。顔を見てください。完成度がまるで違います。中央が日本の弥勒菩薩像です。どうしてこの日本の国宝である弥勒菩薩像が韓国へ行って、韓国の弥勒菩薩像と並んでいるのでしょうか。大きな、まあ、疑問って言いますかね。私は疑問を感じます。The Korean Peninsula was a part of Japan under the name of Mimana in the 3rd century. The clear evidence of this fact is that many Zenpo Koenfun or Japan-originated tombs have been discovered in the Korean Peninsula, though Korean archaeologists never accept this idea.現在の韓国の人たちが最も忌み嫌うのが、かつて朝鮮半島にあったとされるミマナです。最近では韓国の歴史家たちはミマナを認めながらも、言うなれば日本と友好関係を持っていただけの国、つまりカヤの国であると。ミマナをまともに認めると、朝鮮半島そのものが日本の領土であったことを認めることになってしまうからです。そのミマナ、この日本では私たちは学校でミマナの日本譜と学びました。
ここで日本という国名をつけたのが誤解されました。で、その日本という国名だけを指摘し、日本府はなかった。だから、ミマナの日本府もなかったと。が、ミマナは日本の領土でした。その証拠が朝鮮半島南部で見つかっている前方後円墳です。前方後円墳は日本が神々の国であったというまさに物的証拠ということになります。同時に、それは日本の領土であることを示す象徴的な物的証拠ということになります。が当初、つまり朝鮮半島で前方後円墳が見つかったとき、真っ先に喜んだのが韓国の考古学者の先生たちであったことは言うまでもありません。それ見ろと。つまり日本の前方後円墳も韓国が危険であったと。それにこうしてその前後にあの朝日新聞社も北朝鮮で前方後円墳が見つかったと大々的に報道しました。その北朝鮮で見つかったという前方後円墳についてはこの動画の中で紹介しますが、やがて韓国の前方後円墳が日本の前方後円墳より新しいとわかると韓国の考古学者の主張は勢いを失い、ついでなりを潜めました。なりを潜めるどころか、あろうことか韓国にあった前方後円墳をブルドーザーで破壊してしまったというのです。で、これについても破壊したのではない。保全のため土で覆っただけ、と。ただ残念なのは、この日本の中にも韓国側の主張を鵜呑みにし、日本府というのはなかった。だから、ミマナの日本府はなかったと主張している学者がいることです。つまり、日本の文化はすべて渡来文化。トライ文化であり、この日本には何もなかったと。こういうのを自虐的考古史観というのだそうです。が確かにミマナはありました。ミマナの日本府というのはありませんでしたが、ミマナはありました。日本の領土でした。繰り返しになりますが、前方後円墳がその証拠です。それについて、ミニタン83さんよりこんな情報が届きました。宋の時代には日本が朝鮮半島で大きな影響力を持ち、事実上朝鮮半島を支配していたという物的証拠です。と。私、林浩氏はどこかこうした国粋主義者と誤解されそうな動画作りは苦手ですが、現在の今、日本人の私たちがあまりにも自信喪失になっているように感じましたので、この動画を皆さんにお届けすることにしました。ミニタン83さんからの情報をじっくりとお読みください。広し林、浜松市ジャパン。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Otokichi Oyaji, Japan. Japanese men's in Korea, why in the Korean Peninsula? 朝鮮半島の前方後円墳。なぜ朝鮮半島に前方後円墳があるのか、林博士の古墳理論を説明します。
ペルシャのあちこちにこのようなレリーフが残っています。右にいるのがアフラマズダ、左にいるのがダリウス王かと思われます。今、アフラマズダがその王に王権を表すシンボルマークを渡しています。このレリーフの中でもそれが表現されています。リボンのついた丸い輪です。王権を表すシンボルマークです。この、王権を表すシンボルマークを渡された王はですね、地上の支配権を意味します。それを渡すことができたのは、神の中の神、すなわちアフラマズダーということになります。このリボンのついた丸い輪がですね、現在日本では締め飾りとなって残っています。丸い輪に、リボンですね。丸い輪にリボンです。そして、この丸い輪にリボン、リボンのついた丸い輪が現在の締め飾りというわけです。そして、それが前方後円墳の基本形となりました。こういう形で神々はですね、前方後円墳を地上に配置することによって、天の仲間たちに向かってこう宣言したわけであります。ここは神々の都市であるぞとですね、それが現在日本に残っているわけです。が、朝鮮半島の皆さんは、私とは違った考え方をなさっているようです。おときさんからのメールをお読みください。で、検証してみますが、朝日新聞がですね、こんな記事を載せました。北朝鮮で前方後円墳が見つかったというのです。これがその前方後円墳ですが、私の家の近所にも工事現場には同じような前方後円墳がたくさんあります。で、音吉親父さんがこのようなウェブサイトを紹介してくださいました。前方後円墳の起源は、コウクリであるというわけです。墨石塚というのがそれだそうですね。で、同じウェブサイトにはこのような写真が紹介されていました。これは、宝墳ということになっているが、見方によっては前方後円墳にも見えると、そういうわけです。ノーコメントです。ノーコメントです。上が北朝鮮で見つかったという前方後円墳。ノーコメントです。そしてこれが甲府にある長子塚古墳です。で、調べてみますと、確かに朝鮮半島では前方後円墳が見つかっているのですね。この赤い印のついたところがその前方後円墳のあるところだそうです。現在その中の一つが紹介されていますけども、こういう形で残っているのだそうです。前方後円墳のあるところに丸をつけてみます。つまり、当初は前方後円墳の起源は朝鮮半島であるというような主張が強くなされていましたけども、この事実は、現在の
韓国の人たちにとっては、誠にもってまずいわけです。一番下のピンクの部分が、ミマナ、日本風です。ちょうどこの位置に、まあ、一致するわけですね。現在、まあ、韓国の教科書からは、ミマナの日本風は完全に否定されています。ミマナの日本は、日本風というのは、日本側のでっち上げというわけです。そしてそれにこうして、日本の学者の中には、ミマナの日本風はなかったと主張する方もいらっしゃいます。確かに、ミマナの日本風という言葉そのものはなかったわけですけども、それと同じ性格を持つものが朝鮮半島の南にあったことは事実なんですね。で、この地域に前方後円墳を認めるということはですね、まあ、韓国の学者たちにとっても、誠にもってまずいということになるわけです。なったわけですね。つまり、こうしたところに前方後円墳があるということは、ミマナの日本風を認めることにつながってしまうからです。それに対して、ベストアンサーはこのように答えています。つまり、現在韓国にある前方後円墳は埋め戻されているというわけです。話を戻しますが、王権のシンボルについての話を少し補足しておきます。少しと言いますか、同じ話になるかもしれませんけども、お許しくださいね。今、シュメールの神が持っている棒はですね、日本では尺と言いますけども、神剣を表す棒ということになります。いわゆる神から直接、まあ、この地球そのものの支配権を授かったという意味ですね。この棒です。アフラマズダーがその棒を手にしています。そして、右手で王権を表すリボンのついた輪を渡しているところです。やはりこのアフラマズダーも尺を持っています。今左にいるのはミトラで、代行として尺を持っています。そして、どこかの王に王権を表すシンボルマークを渡しています。まあ、こういう形で地上の支配権を渡したわけです。いわゆる神権を持つ神からですね、地上を支配する王権を受け取っているというわけです。まあ、こうしたレリーフはあちこちに残っていますけども、共通しているのは、リボンのついた輪を王が渡されているということです。つまりこれが王権を表すシンボルマークということになります。まあ、繰り返しますけども、これが日本の締め飾りとなって、現在に残っているというわけです。日本の締め飾りですね。これをめでたい日に玄関先に飾ることによって、そのめでたい日を祝ったというわけです。そして、その形が前方後円墳の基本形となりました。丸い輪に短冊ですが、空から見なければ、この形はわからないということです。皆さんもそこに注意してください。空から見て初めて、この形がわかるということです。つまり、初めから、空から見て初めてわかるシンボルマークということになります。古代の神々は、このシンボルマークを日本ランドの上に直接焼き込みました。そして、内外の
神々にこう宣言したのです。ここは神々の土地であるぞ、とです。この王権のシンボルマークについて少し補足しておきます。これは長野県の井戸尻で発掘された土器ということになっています。左も土器ということになっています。しかしこれら二つは二つで一対の土偶を表しています。この土偶の頭の後ろを見てください。丸い輪がついていますね。丸い輪がついています。古代の神々はリボンのついた輪を、リングをこうして頭の後ろにつけていたものと考えられます。そうしたレリーフも残っています。で、同じリボンについた丸い輪がですね、マヤ、インカでも発見されています。これはマタベイさんが教えてくださったんですけども、マヤの王たちも丸い輪にリボンのついた丸い輪を身につけています。その多くは頭の後ろにつけています。つまり、太平洋を越えたメキシコでも同じような王権を表すシンボルマーク、すなわちリボンのついた輪が発見されているということです。こうして並べてみますと、丸い輪、リボンが何を意味するか、皆さんにも理解していただけると思います。他にもいろいろな事実があります。トラさんという方がですね、仏教法具で使うラクスもその人ではないかと教えてくださいました。向かって右側の胸についているのがラクスです。やはり丸い輪にリボンです。リボンのついた丸い輪があります。まあこういう形で日本のまあ伝統的な文化の中に根付いているというわけです。数珠もそうではないかと。当然考えられますね。ラクスに話を戻しますが、これがラクスです。そしてそれが締め飾りとなった。そしてそれが前方後円墳となった。アフラマザーのレリーフの中にもその形が表現されています。数珠、すなわち不動明王が持っている、まあ紐のようなものもこれに似ています。さらに、相撲で見られるこの回しですね。これも丸い輪にリボンということになります。不動明王です。向かって左に持っているのが真剣に表す尺、そして右に持っているのが丸い輪にリボンということになります。数珠もこの流れの中にあるものと考えられます。まあ、形は多少違いますけども、やはり王権を表すシンボルマークということになります。そして世界中で同じようなシンボルマークが見つかっています。先ほど言いましたように、アフラマザーの紋章の中にも隠されています。前方後円墳ですね。締め飾りですね。まあ、こうしたものがですね、王権を表す。ということになりますと、朝鮮半島の方にとっては、誠にもって、まずいということになるんですね。言い換えますと、朝鮮半島も、かつては、日本の支配下にあったということになるのです。ですから、一部で言われてますように、韓国では前方後円墳が見つかると、
ブルドーザーで埋め戻されているということにつながっていくわけです。だからといって私はですね、この先、重箱の隅をほじくり返すような議論はするつもりはありません。以上のことをもっと高い視点から掘り下げてみたのが次のビデオです。どうかご覧ください。日本はまさに神々の国でした。というビデオです。The proof of Japan. Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan. You see a very strange line picture in Nazca Peru and ask yourself which you think it is, a parrot or Japan land. ペルーのナスカに大変奇妙な地上絵があります。それはオウムなのか、それとも日本ランドなのか、どうか一度ご自身に尋ねてみてください。一般にはオウムと言われています。このブルーのラインで示したのが、まあオウムに見えるというわけです。が本当にオウムなのでしょうか。それとも日本ランドなのでしょうか。大切なことは、日本人が持っている常識は決して世界あるいは宇宙の常識ではないということです。ここに一つの例をお見せしますので、皆さん自身で見て、判断して、そして皆さん自身で結論を出してください。広志林浜松リージャパン。The Nihon Shoki, sometimes translated as the Chronicles of Japan, is the second oldest book of classical Japanese history. The book is also called the Nihongi, literally Japanese Chronicles. It is more elaborate and detailed thanKojiki, the oldest, and has proven to be an important tool for historians and archaeologists, as it includes the most complete extant historical record of ancient Japan.
The Nihon Shoki was finished in 720 under the editorial supervision of Prince Toneri and with the assistance of Ono Yasumaro, dedicated to Empress Genshō. The Nihon Shoki begins with the Japanese creation myth, explaining the origins of the world and the first seven generations of divine beings, and goes on with another myth as does the Kojiki, but continues its account through to events of the 8th century. It is believed to record accurately the latter reigns of Emperor Tenji, Emperor Temmu, and Empress Jito. And in the Kojiki and the Nihon Shoki, the classical chronicles of Japan, Japan was called Akitsushima. Literally, it means the island of dragonfly. Akitsu means dragonfly, and Shima means island. Then it is quite interesting to say that in the Nihon Shoki, it is mentioned about Emperor Temmu, who described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. This is a very important part of this video, so I repeat it again. Emperor Jimmu described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. Nihon では古くトンボをアキツと呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津の戸なめのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には幽略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国を秋津島と呼んだとしています。広瀬林、浜松市、ジャパン。日本列島です。ジャパンランドです。この日本列島から北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。神々が神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。その日本は交尾しているトンボの形に似ているというのです。右がその様子です。で、比べてみます。右がトンボの交尾している様子です。で、少し傾きを変えてみます。拡大してみます。すると、その形は大変よく似ているのがわかります。つまり、この姿を神武天皇が表現したということになります。日本は交尾しているトンボの形に似ているとです。皆さん自身で比較してみてください。確かに大変よく似ているのがわかります。神武天皇はそのように表現しました。二つ
外堀を埋めておきます。富士山の山頂からナスカにラインを引きます。ナスカには富士山の方向を示す滑走路があります。この黄色いラインが富士山から引いてきたラインです。そしてその下にはですね、このようなランドマークが描かれています。向かって左側のラインが富士山から引いてきたラインです。この形は日本列島の形とよく似ているというレベルを超えて同じです。そして今引いた緑のラインが富士山から引いてきたラインです。そしてここにクロスポイントができます。その位置は実際の地図における富士山の位置と正確に一致します。つまりこのランドマークは日本列島を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。もう一度繰り返しておきます。ここが今日の重要なポイントです。富士山です。その富士山の山頂からナスカにラインを引きます。皆さん自身で確認してください。このラインがそのラインです。富士山から引いてきたラインです。正確に一致します。つまりこの滑走路の向かって左側は富士山の方向を正確に示しているということになります。林博士のナスカ理論による証明です。この黄色い線に注意してください。そしてこの黄色いラインはこのブルーの点で、この日本列島を示すランドマークと重なります。クロスポイントです。緯度経度はここに示しておきます。そしてその位置は実際の地図上における、富士山の位置と正確に一致します。左がナスカの地上絵です。右が、日本列島を示す実際の写真ということになります。この橋と橋ですね。本州の橋と橋に注意してください。位置を揃えてみます。そして水平線を引きますと、このような線が引けます。そして先ほどの富士山から引いてきたラインと、そして日本列島と私が言っているランドマークのクロスポイント、この赤い丸で囲んだところがそこですけれども、その位置は地図上における富士山の位置と正確に一致します。一見雑な絵のように見えますが、左のランドマークは正確に日本列島の形を示すと同時に富士山の位置を示しているということになります。皆さん自身で確認してください。つまり、この滑走路は日本列島を示す滑走路ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ナスカに戻ります。この黄色いラインは富士山から引いてきたラインです。そのラインは左下の滑走路と重なりますが、ここに奇妙な絵が表現されています。これは何かということですね。で、ラインを追いかけていますが、上、右半分はですね、破壊されているように見えます。土砂が流れ込んでいるような雰囲気ですね。ともかくも、ここに何が描かれているかですけども、ここに書かれているのは、トンボと林博士は判断しました。ここに赤い丸で、ウィールトラックと書いてあるのは、車の私ですね。荒らされている部分、いるところもあるということです。で、この画像処理をしていますと、ここにかすかにラインらしきものが、見えるということですね。はっきりしませんが、その痕跡が残っているということです。で、この線をつないでいますと、ここにトンボの形が浮かび上がってきます。トンボです。なぜこんなところにトンボのランドマークがあるかということですね。日本のそばにあるから意味があるのです。日本は昔、古来、安芸津島と呼ばれていました。安芸津というのはトンボという意味です。島というのはまさに島、アイランドを意味します。ここに描かれているのはトンボということになります。今までの話をもう一度整理してみます。ナスカです。このナスカに富士山の頂点からラインを引いてみます。このブルーのラインが富士山の頂点から引いてきたラインです。そのラインは中央の奇妙なランドマーク、すなわち
日本の本州を示すランドマークと重なります。この色をつけたところが、林浩司は日本の本州と判断しました。注意深くご覧ください。そして、実際の日本列島の地図と比べていただきます。形がよく似ているというレベルを超えて同じということですね。そして今赤い点をつけたのがクロスポイントです。そしてその位置は、実際の地図上における富士山の位置と一致します。左右を比較してみてください。左はランドマーク、右は実際の日本列島の本州です。そしてその位置は、クロスポイントと、それから実際の富士山の位置は、このように一致します。すなわち、左のこのランドマークは、本州を示し、そして、富士山の位置を示しているということになります。そこに、トンボの、ランドマークが描かれています。トンボです。なぜこんなところに、トンボが描かれているかですね。言うまでもなく、日本は昔、秋津島と呼ばれていました。秋津、つまり、トンボという意味だったのです。Japan イコール秋津、すなわち、トンボという意味です。ですから、トンボのランドマークがここに書かれています。このトンボという言葉を誰が言い出したかということですね。誰が言い出したかということなんです。トンボのように見えると言ったのは誰かということなんです。そしてこのブルーのラインはですね、富士山の方向を示し、グリーンの形は日本列島を示している。本州を示している。そして黄色いのはトンボを示している。すなわち、秋津島。トンボの島という意味です。が、トンボのように見える。そして、交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。いいですか皆さん、ここが重要ですよ。交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。その誰かが言った言葉に合わせて、ナスカのランドマークができ、そして、トンボの絵が表現されたということになります。言うまでもなく、そのことを口にしたのは、神武天皇ということになります。神武天皇が日本列島を山の山頂から見て、交尾しているトンボの形のようであると言ったのです。それに合わせて、ナスカの地上絵ができたということです。ここが重要ですよ。神武天皇が交尾しているトンボの形に似ていると言ったのに合わせて、ナスカにランドマークが描かれ、トンボの絵が描かれたということです。つまり、この地上絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉によってできたランドマークであり、トンボの絵ということになります。もうお分かりですね。神武天皇がどんな天皇であったかということを、皆さんもうお分かりですね。もう一度ここを注意深く読んでください。日本では、古くはトンボを秋津と呼び、親しんできました。古くは日本の国土を指して、秋津島とする異名があり、日本書紀によれば、山頂から国見をした神武天皇が、簡単をもって、秋津の砺波のごとし、トンボの交尾のような形だ、トンボの交尾のような形だ、と述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕に、たかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしている。とあります。つまり、山頂から国見をした神武天皇が、秋津の砺波のごとし、つまり、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名が生まれたというのです。では、その山頂とはどこなのでしょうか。言うまでもなく、私は富士山と考えています。この富士山の山頂から神武天皇は国見をしたというわけです。で、皆さんをその富士山の山頂へ案内します。北の方角を見た風景です。北東の方向を見た風景です。東を見た風景です。南東を見た風景です。そして南を見た風景です。
南西を見た風景です。西の方角を見た風景です。そして北西の方向を見た風景です。どこから見ても交尾しているトンボの形には見えないのです、皆さん。いいですか？神武天皇は、はるか高いところから、この日本列島を見たのです。だから、交尾しているトンボのようだと言ったのです。山頂なんかではありません。ということで、結論になりますが、繰り返します。ナスカの地上絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉に応じて、そしてその言葉によってできたランドマークであり、滑走路ということになります。つまり、日本書紀に書かれていること、古式に書かれていること、その中に表現されている神武天皇は実在したという、そしてその話は事実であったという、これが物的証拠ということになります。